皆さんこんにちは、ダメです。今回なんですけども、近畿の動く読んで、キリトとトゥーフォールが強いって聞いたんで、聞いたというか、使ってみたんだけどね、をやっていきたいと思います。トゥーフォール強いのはみんな知ってると思うんだけど、キリトがワンパンできるんですよね。あとトライブパルスとかで雑魚種類とかすごく偉くて、とてつもなく偉いんで、ちょっと、これはね、もうクエストコンセプトぶち壊してるよね。無敵化じゃねえわ。オールアンチ SS でやっていくステージなのに、友情コンボでやんのかって感じですね。前まではルシファー4とかでも流行ってたんですけど、あれ結構あんまり安定しなかったんですよね。でもこれはやばい。スキップ毎回してるんですけども、スキップで4スキップされなかった時に、今後このパーティーでやると思います。僕はこれはね、偉いよマジで。こいつワープ持ってないから、当てづらいんだけどさ。で、これで。遠かったらそんなに出ないね、やっぱ、トゥーフォールの友情って。それは仕方ないんだけど。で次でボス戦かな、確か。これね、本当はね、ここでワンパンしたかったんだけど、ユイの応援センキューで、これ遅延して、でその後打とうと思ったんですよ。エレバンしちゃって倒せなかった。増えられなかった。で、これよくよく考えてみれば、これ SS ってやればよかったんだけど、どうせ倒せるんだから、これ打てばよかったね。打って雑魚処理してバーンっていく発想、ちょっとまさかもなかった。で、できるだけ 2P で突破したかったから、じゃあ 2P で、じゃあ 1P で突破したかったんか。しかと受け止めよう。で、雑魚処理 OK。で、これ打つか迷ったんですけどね、これトゥーフォールで倒しそうな気がしたんですけど、打っちゃおうと思って打ちました。これやばいよな。2年前の俺に見せても信じなさそうだもん、これ。マジで強すぎ。トゥーフォールとキリトを使ってみました。今後は僕、近畿音、スキップされなかったら、今後このパーティーでやると思います。完全にクエストコンセプトぶち壊していたよな。これは強いです。では、ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。